はい、どうもミレイです。今回は自分の大好きなポケモンチェリムを使っていきたいと思うのですが、物理型のチェリムと特殊型のチェリムと、まあ、ちょっと特殊受け寄りのチェリムとか、いろいろ育てたは育てたんですけど、今回は物理型のチェリムでいきたいと思います。サンムーンの時に自分の好きなポケモンの一匹のラランデスっていうポケモンが、ソーラーブレードっていうソーラービームの物理バージョンみたいな、こう晴れの時に溜めずに攻撃できるっていう技をラランデスっていうポケモンが使えてたんですけど、それを今回チェリムも使えるので、ソーラーブレードを覚えさせて、でまあ晴れじゃなくなった時のために花吹雪とじゃれつくと、晴れの時のウェザーボールを覚えさせたチェリムで戦っていきたいと思います。でチェリムは他にも自分が戦闘不動になる代わりに、次に出すポケモンの状態異常と HP を全て回復させる癒しの願いっていう技とか、あとまあ成長、晴れの時だと攻撃と特攻が2段階ずつ上昇する成長とか、まあそこら辺の技もちょっと捨てがたかったんですけど、今回ソーラーブレードを使っていきたいので、こんな感じの技構成にしてみました。で持ち物は少しでも火力を伸ばすために奇跡の種とかそういうのも出したかったんですけど、鬼火がちょっと怖いので、火傷状態が怖いのでラムの実持たせてます。とまあこんな感じで早速対戦行ってみましょう。シュルネさん、対戦よろしくお願いします。ホルード、ルカリオ、エースバーン、カビゴン、エルフーン、ランタン。なるほど。ちょっとチェリムの通りが半々って感じですね。ルカリオ、エースバーンとか来られるとちょっとめんどくさいな。そうね。まあ、コータス行ってみにして、じゃあチェリムも採用していって、エースバーンとルカリオと、まあ、ホルード、カビゴン、ここら辺が圧倒的にきつい。ジャラランガかな、ブルンゲルかジャラランガ。ジャラランガで行ってみるか。ちょっとエルフン怖いけどな。ジャラランガで。前回草タイプ統一でちょっとね、自分の実力のなさが分かったので頑張っていきたいですね。ちょっと頑張っていきます。対戦よろしくお願いします。カビゴン、カビゴン怖いんだよな。ひでり、腹太鼓とかされるとね、ちょっときついよね。こう噴煙を打っていきたいか、あくびしたいんだけど、まあ、あくびしましょう。相手を牽制するためにも。相手もあくび、カビゴンあくび、そっか覚えるもんね。両方あくび、なんだこれ。じゃあ交代してチェリム打っていきたいんですけど、ちょっと相手のパーティー見ましょうか。エースバーン、ルカリオ。エースバーンかルカリオ確実にいると思うので、そこチェリムに変えてもきついかなって感じするんで、こうジャラランガ一回変えましょう。
マジか。相性めちゃくちゃ悪いですね。ここおそらく相手ジャラランが不利なのでこっちは交代するっていうのを読んで身代わりとかしてくるのかな。ボータスに変えましょうか一回。あ、やっぱ身代わりか。あ、食べ残し持ってるエルフーンの身代わりってことは多分ヤドリギの種とかしてくると思うんだよね。ステルスロックを打つか封面を打つかなんだけど、ここ一回多分ヤドリギの種打ってくると思うので、相手のポケモン的にステルスロックが刺さるっていうのが何とも言えないな。ステルスロック1回しましょうか。ステルスロック1回して次封印っていう感じで、まあヤドリギですよね。エルフーンは1回ステルスロックを巻いて、であんまりコータスも削られたくないので次一回噴煙打った後に交代しますか。そう、これ前回食べ残しとねヤドリギでほぼ前回まで行くっていうこのエルフーンの戦法が結構強いよね。はい、ムーフォース持ってるね。1回封面を打って身代わりを消して、おお下がるね。身代わりを消してかっこいいな、そうね。で身代わりで、あ、じゃあヤドリギでコータス結構消せられちゃうのがきついけど、とりあえず晴れのターンを確認しましょう。あと3ターンか。まあ、チェルミに変えていきましょうか。ヤドリギも効かないので草タイプは。はい、かわいい。でここで晴れのターンがあと2ターンしかないので、ウェザーボールが炎タイプになって威力が2倍になるっていうのがあと2ターンしかないので結構きつい状況なんですけど、ここは1回ウェザーボールでいきましょう。でフラワーギフトっていう特性が晴れ状態の時に攻撃と特防が自分とダブルバトルとかだったら味方も 1.5 倍になるっていう特性なんですけど、まあ相手身代わり安定なんだけど、まあ、ウェザーボールこのターンまでは打って、チェルミがネガフォルムになっちゃうって、ウェザーボールも弱くなっちゃうんですけど、どうなんだろう、花吹雪で壊れるものなのかな身代わりって。
特攻96、攻撃123。レザーボールの方が入るのかな。まあ、じゃあリスクでいきましょう。ああもう殴ってくるよね、結構きついかも。いって、うわ急所だよ、出た、もうやめてマジで最悪だよ急所とか。いやごめんチェルム、全然活躍させてあげられなかったな。ありがとう。やっぱエルフン強いよな、身代わりアドリキ型のエルフンめちゃくちゃ強いんだよな、ほんとコータスで。じゃあ噴煙を打っていきましょう。相手交代してくると思うんですけど、まあ、それはそれで、あ普通に身代わりで突っ張ってきたのか。エルフーンはここで倒しておきたいな。ちょっとジャラランガがきついし、最後に置き土産してきた子。いやほんと強いんだよな、身代わりヤドリキ型のエルフーンが。ホルドは結構きつい。ホルドの火力ってほんとすごいんだよな。ダイマックスはジャラランガに残しておきたいよな。うわー積んできた、やーべ。ダイマックスかな。ホルードも強いんだよな。大ジェット飛び跳ねるか。うわこれやばいね、もうジャラランガも耐えれないな。そっかホルードって飛行タイプの技も使えるのか。飛び跳ねるかな、きつ、強いなホルード。まあ一応ダイマックスは切んないといけないか。でも切ったところでって感じもするけどな。ダイウォールだな。あともう一回大ウォールを成功させていくしかない。成功、とりあえず成功。まあでも結局つらいな。
これだってあれでしょ、飛び跳ねるだったら結局ね、飛び跳ねられるもんね。これだよね、飛び跳ねるだよね。やっぱしかも力持ちの剣の前を積まれてる状態だから耐えないよな、ジャラランが。耐える、硬いな、ジャラランが。ボディープレス。オッケー。でもカビゴンなんだよな、きつ、めちゃくちゃきついな。ボディープレス、ソウルビーとしてもあんま意味ないかなっていう。あー、惜しい、惜し、惜しくないか。ひー、うえぇ、ちょっと待って、エルフーン急所に、うちのチェルミに急所当ててきたんだから、ここ急所引いてくれ。え、コバさん勝っちゃった。ありがとうございます、大勢ありがとうございました。やった、あれも負けかと思ったんだけどよかった。ポリさん、対戦よろしくお願いします。クレベース、オノモクス、ギルガルド、ギャラドス、ヨワシ、ミーキュ。わ、ヨワシか、いいな、ま、ギャラドス出てくるよね、これ絶対うん、出てきそう。ギャラドスとクレベースはちょっとわかんないな。オノモクス、ま、ミミッキュは来そうだな。ギャラドス、ギルガルド、ミミッキュあたりを警戒したいな。まあ、ギャラドスが最初出てきそうだけど、ブルンゲルかストリンダーだな。だったらちょ、ブルンゲルでいきましょうか。ブルンゲル、チェリム使いたいけどな。使うか、コーダスとチェリム。本当はストリンダーとか入れた方が安定しそうだけど、ここはもうこんな感じでいこう。待って、ブルンゲル、うん、ちょっとギャラドスが怖いし。いや、本当はストリンダーとか入れるのが正解だと思うけど、ちょっと本当チェリム使いたいので。対戦よろしくお願いします。おわ、ギャラドス来た、親友のギャラドス。メスメスなくブルンゲル、ここで力を吸い取るかトリックルームなんだけど、相手のパーティーをちょっと一回見てみて。まあ遅いポケモンいるんだよな、ギルガルド、ヨワシ、クレベースっていう遅いポケモンもいるから、ちょっとあんまりトリックルーム強くないか。ここ力は吸い取る、普通にしようか。あ、やべえ、耐えるかな、耐えるよね。オッケーオッケーオッケー、ダイマックス切られてたらやばかった。弱点保険が発動して、力は吸い取る。で、相手の火力を下げつつ、攻撃力を下げつつ回復すると。で、相手交代してくるかもしれないけど、ちょ、ブルンゲルド素早さをチェックしよう。改めて素早さ下げて63にしてるけど、多分ギルガルドとかの方が遅いから、トリックルーム打ちたいけどギルガルド来た時がめんどくさいので、
どうしよっかな、悩むな。トリックルームしてギルガルド来たら最悪。でシャドーボールでもいいけど、トリックルーム頼む。ギルガルドくれた。ミューキュー切った。トリックルーム、でこれ相手が剣の舞してくる可能性もあるけど、僕は普通に熱湯かな。熱湯で火傷引いたら最高。引かないか、さすがに。うわートリックルーム型か、このミミッキュこのミミッキュもトリックルーム使う予定だったのかな。うわーどうしよっかな。シャドーボール普通に打とうかな。ここはあ、最後にあがいてきた。これギルガルドもいるパターンか、これもしかして。次ギルガルドの駆け打ちでブルンゲルを倒そうみたいな、そういう作戦かな。うわーやめて、呪い痛すぎる。いやーギャラドス、ブルンゲルで見ないといけなかったのに。弱しか、色違いだ、初めて見た。おおかっこいい、目が黄色なんだ。明らかにこれ弱しの方が遅いからな。ブルンケル残してても、あとギャラドスに勝てないからな。ブルンケル落とすか。でも弱しって技範囲があんま広くなくて、水と地面と氷、まあでもチェリーもきつくなっちゃうけどな。まあもうどうしようもないか。ん？何してくんだ。天気を雨に変える、それともダイアースで特防を上げてくるのかな。大スチールか。ありがとうブルンゲル。トリックルーム失敗だったな。相手もトリックルームだったか。うわどうしよう。本当はコータスチュリムって行きたいけど、ギャラドスきつすぎるな。チュリムかな。うわーちょっときついよなこれ。ダイマックス切って大草原かな。あれしまった、トリックルームってこと考えてなかったわ。トリックルームだったらコータスの方が良かったのか。しまった。おー目が見える、いいね。あんまりネガフォルムの目ってちゃんと見ないと見えにくいんだけど、ダイマックスすると見えやすくなっていいね。まあダイアイス持ってんだよね。そうなんだよね、弱しって。うえーごめんジェリム、さすがに一撃か。
弱州の火力だと。うわ、これコータスがさっきが正解だったか。トリックルーム忘れてたな、ちょっと。弱州にあくびして、あ、でも結局キャラ出すがきついもんな。トリックルームだったらコータスが先だったのか。失敗しちゃった、ごめんコータス。いや弱しいいね、大変ありがとうございました。トリックルームの弱しいいな、強いな。そしてやっぱギャラドス、あ、ギャラドスがやっぱきついな。キッドソン対戦よろしくお願いします。ルチャブル、バンギラス、ブルンゲル、ブルンゲルかぶった。マタドラス、ドリューズ、あ、いいね、バチューニ、バチューニか、どうしよう。あ、ルチャブル来そうだよな。ルチャブル、ブルンゲルもまあ、ルチャブル、バンギーも来そう。またトガスは来るよな。ドリューズも来るな。どうしよう。そうね。ルチャか。コータス、ブルンゲル。あ、ジャラランガもいいのか。あ、でもルチャがブルーがきついし、マドトガスもきついし、チェルムでいいか。いいかな、いいよね。ちょっとチェルムを生かしたいし、対戦よろしくお願いします。さあバーチューニだ、色近いじゃん。あ、違った、エレキメーカー。さあどういうバーチューニかな。バーチューニ結構何でもできるからな。ひでり、アクアブレイクとか水タイプの技も覚えるんだよね、バーチューニって。で、あくびが効かないからエレキメーカーで、エレキフィールドの効果で眠り状態にならないから、ここもチェルミに変えるか。いいよね、置き土産とかあるけど、まあいいでしょう。あ、でも毒好きも覚えるんだよな、大丈夫かな。いけチェルム、あー、かわいい。熱湯か、特殊型か、やけどやめて。うほほい、やけど引いていく。よし、じゃあソーラーブレード打ちましょう。最大級のソーラーブレード、ラランテスの技を。チェルム、ソーラーブレード、かっこよすぎるでしょこれ。わあ、結構入った。あ、厳しか、なるほど、いいな、場を整えていく、いいバチューンだな。相手を見る、ソーラーブレード打つか、ダイマックスして一回大草原とかしても良さげなんだけどな。まあ、まだ取っとくか、ソーラーブレード。よし、いいね、いいね。やばい、めっちゃ楽しい。やばい、めっちゃ楽しいぞ、今。よし。さあ、何でしょう。何？
バルシャブル来ちゃった。なんだ、うわルチャブルが歴史と思ってんだ。うわすげえ、何それ。いや絶対ダイマックス切ってくるんだよここうん、ダイマックス切って大ジェットなんだよな、おそらく。こうダイマックス切ってじゃあれ尽くしてもいいんだけど耐えれないから、あと1体も気になるし、じゃあ晴れのターン見よっか。あと5ターン、待って、何、あ、まあ厳しいか。ブルンゲルかコーテスに変えたい。コータスにチェンジ。ちょっと分が悪すぎるから一回コータスに変えて。マジっすか。あーやべえ、やばいやばいやばい、マジでやばい。剣の前か。待ってマジでやばい。とりあえず首が効かねえんだよ。そうエレキフィールドなんだよ。しまった、やべえマジでやべえ、やばい本当にやばいぞ。封印しかないか。やばい、痛い痛い痛い。え、ダイマックス切ってこないのか。なんだ、わからんぞ。ちょっとこれバンギラスが控えてる、もしかして。いいね、一撃急所、ナイス。こう出す、持ち物なんだったの。あ、エレキシードか。そうそうそうだよ、エレキシードなんて。ああなるほど、ドリューズドリューズドリューズ日本バラード3ターン、砂嵐に変えてくるかな。落ち着く、ちょっといいか、落ち着こう。噴煙、いやまあコーテスもちょっと耐えれないもんな攻撃。ここでブルンゲルにかチェルミに変えるっていう手もあるけど、まあ首かな。自信、あれダイマックス切ってないよね相手。命の玉か。ちょっと素早さ勝ってる。チェルミでいくか。これどっちが入るんだ、ソーラーブレードとウェザーボールどっちが入るんだこれ。どっちが入るのこれって。15秒、さあまたレスソーラーブレード打つか。ダイマックスの切りどころ大切すぎないこれ。
分かった、やった大変ありがとうございました。あれダイマックス来てないよね。まあ、いっか。はい、今回チェレムと、まあ、新しく入ったのはブルンゲルかを使って対戦やってみました。いやでもチェレムが、うん、結構活躍できて満足、うん、満足はしましたけど、でもまだまだね、もうちょっとうまくチェレムちゃんを生かしてあげられるようにちょっと工夫したいなって思いましたね。でもやっぱソーラーブレードめちゃくちゃかっこよかった。うん、じゃあ次回もまた対戦やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。マスター、次の動画ホットで頼むよ。サイフォン式で抽出しますので少々時間をいただきますよ。ああ、頼む。